調査兵団に追い詰められたライナーだったが、ジークと四足歩行型の巨人により際どいところで窮地を脱する。ライナー、お前は運が良かったね。その後ライナーたちはシガンシナクを離れてウォールマリア壁外を南へと向かった。この島の果てにある海岸を目指して。帰るぞライナー、俺たちはこのまま海岸に向かう。と言いたいところだが、もう少しばかり戦わないといけないようだ。道中をうろうろしてる巨人まで向こうに連れ帰るわけにもいかないだろう。俺たちは3人、しかも手負いだ。切り抜けられるか。あれは拠点か。かなり古いな。調査兵団は壁外のこんな場所まで来てた。とにかく向かうだけ向かってみるか。何か補給物資が残ってるかもしれん。おい待てよライナー、今下手に一人で動いても死ぬだけだぜ。巨人が嫌がるな。まずは奴をどうにかしねえと。巨人の群れか。やっぱりそう簡単には返してくれないみたいだね。片付いた。さて移動を再開しようか。どうだったライナー、このパラディ島で過ごした日々は。まるで地獄でしたよ。本当にクソみたいな毎日だった。まあお疲れさん。ここにも巨人が嫌がるのか。慎重に行かねえと。次から次へと巨人の皆さんも頑張るね。こっちだ。ジーク選手、兄とベルトルトはもう助けられないんでしょうか。今それを気にする余裕はないだろう。俺たちは鎧まで失うわけにはいかないんだから。すみません、戦いに集中します。片付いた。さて移動を再開しようか。近くに巨人がいるようだな。とにかくまずは奴を片付けば。ここで決める。ここまで来れば合流地点は目の前だ。あとは迎えの船を待つだけだが。
巨人発見、接近してきます。戦士を迎え撃ちましょう。だな。巨人を連れて合流するわけにもいかないし、ここで倒しておかないとな。一旦三手に分かれようか。それぞれ巨人を迎え撃つぞ。だけならまだいい。だが最悪の場合、いや、考えても仕方ない。しかし、さっきは散々な目にあった。あの男、アッカーマン一族なのか。終わったか。それじゃ一休みと行こうぜ。いや、まだ終わってなかったか。これまた厄介そうな巨人どもがいるじゃないの。さっきの巨人たちより手強いだろう。二人とも気を引き締めていくぞ。敵は三体、一人一体片付ければ済むってことだな。よし、あと2体だ。踏ん張れよ、二人とも。よくやった。残るは1体だ。ここが正念場だぞ。さすがはジーク選手、あの人はやっぱり特別なんだろう。倒してもキリがないな。もう十分だろ。帰るぞ、ライナー。うっと。逃げ切れましたか。のようだな。さて、帰るとしようか。我らが故郷へ。